ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家ピーフィー。文化系トーク YouTube グランパンバースです。はい、またラジオ配信で失礼しております。腰もねちょっとずつ治ってきましたので、はい、まあフェスまでには間に合うと思います。8月とかのね、さすがにね、うん。はい、まずですね、いろいろと情報がございまして共有の動画になります。今週日曜23時40分からという形で7月3日になりますね。もう7月なんだなーって思ったりするところがドキも抜かれたりしますが、ベニュー101エクストラ放送ということで、 BE:FIRST からメッセージが到着という形でベニュー101のツイッターの方で流れております。ショート動画もありましてね、そちらの方もぜひ見てみてはいかがでしょうかって思ったりしますし、あれですね、バイグッバイの BE:FIRST シャツをみんなが着ている状態で写っておりますね。で、今回はビトレアルゲームを披露という形でね、うん、そんな感じでございます。30分番組なんですが、いつもより40分遅めで出るということなのでお間違いなくということでございますが、今週も大阪から熱いライブをお届け、2週にわたってね、いわゆる大阪で行われたベニュー101のライブの様子が流されているっていうことですよね。で、ベスティおなじみ、SNS 限定企画もありますっていうね、ベスティおなじみというか、NHK さんはいろんなことを意外とやってくれますからね。まあ私らもね、受信料払ってますから、それはもうベスティとしては BE:FIRST ガンガン出してほしいっすよ。なんだったらね、それはBE:FIRST に冠番組も出してくれたら2倍でも払ったりするけどね。まあまあそれはみんながみんなじゃないかもしれないけど、まあ、そんなこと思ったりもしました。で、ベニュー101の方からも2億回再生おめでとうっていう話と、あと今週は日曜放送、いつもより40分遅めですっていう形でいろいろと注意点が書いてありますね。ツイッターの方で、ツイッターの方を概要欄載せておきますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。で、もしかしたらこのバイグッバイの衣装とか、その感じでやるのは、まあ今回が最後になるのかななんて思ったりするとかいうのもありますが。で、ベニュー101に関しては、以前はその、竜兵くんがね、要するに、出れなかったというか、時間が遅いのでね、っていうのがあって、で、今回はライブの様子だからっていうのもあるので、竜兵くんとしては、ベニュー101の MC2 人に会うのは初めてみたいな感じなのかなっていうところもありましてね、まあそんなことですね。はい、ところでこの画像載せてますけどもね、真ん中りょうきくん、けど真ん中りょうきくんの感じって最初珍しかったけど、最近結構ありますね。なんかこう、まあこれはどうなんでしょうね、その誰がセンターかって決まってないから毎回違ったりするけど、その担当者というか番組とか雑誌社とかの担当者の人とかで誰もセンターにしてとかそういうので指定があったりするんですかね。ってことはベニュー101のスタッフはりょうきくんファンなのかなと思ったり、まあそれは勝手に思っただけですけれども、まあまあまあとにかくそんな感じで、ぜひショート動画の方もチェックしていただいて、で本編のベニュー101もチェックしてもらえればって思います。いいっすね、ビトレイヤルゲームっていうある意味挑戦的な楽曲ですけど、これが NHK で流れるっていうのがまたいいっすね。結構バイグッバイがね、いろんな音楽番組で流れる感じが多くて、まさかのね NHK が最初 NHK がビトレイヤルゲーム選んでくれるとはね、これもなかなか嬉しいなと思ったりしますわ。はい、そして BMSD オフィシャルの方から 14th Dream グッズ受注販売決定ということです。素晴らしいじゃないですか、15歳組3人組のグッズですよ。スカイハイホールツアー2022超八面六臂会場でも数量限定で販売予定っていう感じですね。なんか今更だけど、この超ってつけるとことかドラゴンボールっぽいなって思ったりね、ドラゴンボールスーパー的な感じで、なんかジャンプ漫画っぽくですよね。うん。で、受注販売期間が6月30日の木曜日10時から7月6日水曜日の23時59分となっております。6月30日なので、今私が動画撮ってるのが6月29日の21時23分になります。で、詳細はこちらっていうのも書いてあるのでちょっと見てみますけれども、まあ画像にはもう貼ってあると思いますけどもね、可愛いです、非常に可愛いです。で、ですね、4種類ということでいいようですね。フォーティースドリーム T シャツ、フォーティースドリームタオルで、フォーティースドリームチャームキーリング、フォーティースドリームステッカーということでね、いいっすね、ポップですわ。非常に15歳の夢っていうのを着るのはちょっときついかな。ただデザインいいっすね、
しかもこの感じだと女性でも着やすいんじゃないかな。ね、私も全然着れるしね。あれですね、でもお子様とかね、あとはその小さい弟、まあそこの年代の弟さんとかいらっしゃる方でしたら、プレゼントとかにいいんじゃないですかね。喜ぶんじゃないかなね。でもあれですね、チャームキーリングかわいいっすね。これ3つくっついてんのかな。この感じでだってそれこそ NHK 教育とかのね、まあ E テレとかでこのキャラクターで出れるんじゃないって思ったりするけどね。ぜひ NHK さんにちょっとそこはお頼み申し上げたいなんて思ったりしますね。いいっすね、フォーテンスドリームタオル。なんかのアニメのキャラクターとか、あと天才テレビくん的な感じを思い出しますよね。思い出しますよねって言ったけど、まあ、まだやってたらすいません。なんかまだやってそうな気がするな、なんとなくだけど。はい、まあこういうグッズがありまして、 T シャツも S、M、L、XL ありますね。あ、 XL もあるのいいっすね。この感じってなんとなくね、あ、 女性もそうだけど男性も着れそうな感じするし、なんかでも普通にこれあの BMSG 興味ない人とかにね買ったりとかしても全然普通に着るんじゃないかなって思うけどね。はい、非常に可愛いしね、なんていうか合わせやすそうな感じの色ですね。色って1種類かな、まあ、とにかくこんなのがありますね。まあ、ぜひ、概要欄の方にね、リンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、セガプラザ公式さんの方のツイッターですけど、お知らせのお詫びという形で書いてあります。ちょっとだけ残念な話ですね。7月8日金曜日登場とお伝えしておりました、BE:FIRST アニマルコーティーモアプラスぬいぐるみ BMSG につきまして、まあ、BE:FIRST クマちゃんですね。はい。製造を行っている地域のロックダウンの影響により登場を9月頃に延期することとなりましたっていうことと、さらには情勢によってはさらに延期になる可能性場合もございます。正式な登場時期が決まり次第改めてセガプラザ公式サイトおよび当ツイッターよりお知らせいたします。ご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げますっていうことです。まあこれはセガプライズさん、セガさんのねせいじゃないですよ。ロックダウンの影響によりっていうことですから、まあ明らかに中国ですよね。うん、確か多分。まあそっか。まあちょっと残念ですけども、でロックダウンもね、まあ中国って国もなかなか特殊な国ですから、どんな感じにするかわかりませんからね。なんかこうゲーセンとかに問い合わせたりした方もいらっしゃるようですけどもね。まあでもなんかね、とにかく、ぬいぐるみが、まあ延期っていうことで、缶バッジはあるみたいな話が、今ツイッターで見てる感じだと、そうですね、わかりますね。うん。そうだな、私もね、クレーンゲーム苦手ながら欲しいなと思っていますが、まあ9月までに腕を上げる食べるための、その準備期間が出たのかなとか、いやでもクレーンゲームは無理だな。てかね、ゲーム苦手なんですよ私ゲーム全般ね、いわゆるそのテレビゲーム的なやつもそうだし、なんでしょうね、ボードゲーム的なやつもそうだし、ゲーセンで遊ぶようなやつも苦手ですよ。好きなんだけど苦手っていうね、まあ、そういうことですね。まあ言うて最近はゲームもあんまやってないけど、だからツイッターで書きましたがね、私のね、ニンテンドースイッチ、多分ね、充電ずっとしてないとあれって実はバッテリー上がっちゃったりするんですけど、ずっと充電してなかったから、もう電源入んなくなりました。修理出さなきゃいけないわ。そんな感じです。で、これをね、BMSG によってね、生活習慣変わったからですよ。案外それでツイッターの方でね、リプで同じ感じだって言ってくれる人多くて、あ、同じ感じの人いらっしゃいますねっていうね。まあ、スイッチのね、電源が入んなくなりましたけど、まあでもやりたいソフトがあるんで、それはやりたいんだけど、 BMSG でね何かゲーム出してくれるんだったらね、めちゃくちゃやるけどね。案外ね、その音楽レーベルが出すっていうことあるんですよ。デフジャムっていうアメリカのヒップホップレーベルあるんですけど、そこラッパーがいっぱい、そのもちろんいるんですけどね、なぜかそのラッパーたちが格ゲーのキャラとして戦うゲームが昔出たことがありました。あれ謎だったなまあそんな感じでしたね。うん、はい。まあちょっと最後余談も話しましたけども、まあ、いわゆるそのベニュー101で NHK でビトレイヤルゲームが流れますっていうのと、日曜日に放送っていうところで、フォーティンスドリーム、ルイ、タイキ、エディーボーイの3人のグッズが出て、もうめっちゃ可愛いって話。ちょっと残念な話として、まあ、いわゆる BE:FIRST クマちゃん、そちらの方が9月頃に延期っていうことになってますが、
ロックダウンの状況によってはさらに延期になる可能性もあるっていうことも、まあ、踏まえた上でっていうことですね。まあいろいろね、その間に貯金をするとかいう感じでその時間ができたって考えるのがいいのかなって思ったりします。はい、まあ、そんな感じでございました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパー書でした。果てしない空。